さあ続いてアウトバースト。アウトバーストね、実はね持ってたんですよ。持ってたっていうか、その動画外で購入したやつの中にあったということですね。だから動画外で買ってたけど、それも知らなかったで買ったという感じですかね。はい、アウトバースト。なんか格闘ゲームでしたね。ちょっとプレイしましたけど。コナミ。アウトバースト。H 福井。あ、プログラマーの話ね。キャラクターの名前かと思って。アウトバースト。バーサスストーリーオプション。ワンプレイヤー。プラクティス。シャトルにしようかな。シャトル対アスカ。トレーニング。結構本格的な格闘ゲームって感じですね。ちょっと技の感じとか知らないですけど。オッケーオッケー。パンチングスタイル、パンチングスタイルですから、私なんかはね、パンチングスタイルですよ。パンチングスタイルですよ。もうキッキングスタイルですよ。パンチとキックだけで勝つという。You win。おお、なんか投げた。どうやったやん。回し蹴りです。嫌なやつね。嫌なやつ。壁はめしようとする嫌なやつ。アウトバースト。壁蹴りアウトバースト。よし、アスカ対チャゲがいないんかな。チャゲはいないんか。ラオにしようか。顔は似ている。顔は似てます。ファイティングスタイルも似てんじゃん。右利きか左利きかみたいなことじゃない。もう利き手の差しか感じないけど。おお、なんか突進してきた。突進し返したいな、こういうの。やめなさい。でも A と B と十字キーしかない中、こんだけちゃんと格闘ゲームとして成立してるっていうのは面白いですね。そのなんかね、利き手の違いしか分からんキャラクターがいることはいるけど、肘突きで勝つよね。肘突きで勝つ。よし、ナイスケリー。やめなさい、やめなさい。ジャンプはやめなさい。ジャンプ攻撃やめなさいって。ジャンプ攻撃仕返す。痛い。やめて。いじめないで。アスカさんをいじめないで。あ、昇竜拳的なやつやってきたやろ、ほんま。あかんで、そういうの。アウトやで、それ。アウトバースやで、それ。昇竜拳的なやつはもうアウトバースや、それ、ほんま。あ、昇竜拳で負けたわ。昇竜拳でフィニッシュされたわ。なんかこの金のシャチホコみたいな、金のシャチホコ的なこのキックを。何それ、その波動拳的なやめって。飛ばない波動拳みたいなやめなさいって。よし、
ナイス。肘つき、肘つき、肘つき、よし、ナイスナイス。かなり肉弾性やな。昇竜拳の出し方も知らんから、昇竜拳の出し方を知りたいな。ほらやめなさいって、そういう波動拳的なやつ。私知らないんだから、そういうの。私にもその昇竜拳、波動拳をくださいね。ほらもうなんかようわからん、そのチョップみたいなんで買って、チョップで買った似たような顔のやつを。アウトバーストでした。はい、ストーリーモードもあるみたいですけど、うん、ストーリーモード、はい、スタート、ストーリーモードです。同じような顔のやつが同じような顔のやつがいっぱい。バンダルさんとの戦い、どっち、わしはどっち、レイディンさんない、私レイディンさんです。やめて、そのスクリューサマーソルトスキックみたいなやつやめて、やめてやめて、それ こ私それ習得してないからね、それサマーソルトキック的な。やめて、サマーソルトキックが強い、一発も与えられ強すぎる。 You lose。負けた、ストーリーモード早速負けた。またバンダルさんや、勝手に私アスカになったしな。バンダルさんのあのサマソルトキック強いねんて、わしの好きなアスカさん。もうこのシャチホコキックしかない、私には、私にはこのシャチホコキックしかない。強いやろ、シャチホコキック強いねんで、強さを知らんやろ、うれ、嫌なやつ。シャチホコキックで勝った、 You win。 一本勝負ない、おいで、なんか来た、ブルクさん。まあわしにはシャチホコキックがあるからな。では体力継続ない、無理やろそら。シャチホコキック対策してきてるわこのブルクさん。あ、ちょ、話聞いとったやろな多分、なんか偵察しとったんかもしれんしな。あいつシャチホコキックしてくるからなっつって、シャチホコキック対策を取ってきてる。することなく社長コキックをかまし続けてます。社長コキックの鬼です。あーやめて、その突進強いな、突進不可避や、回避ができない、やばい、巻き返されてる。社長コキック勝負、あーやめて、あーやめて、やめてほしい。あずかさん負けた、ローフさんになった。なんであずかさんどこ行った。あ、昇竜拳的な出た、ただのパンチ。ロウフさんが使った、あ、どんどん減っていくわ、キャラクターがどんどん減っていく。女性キャラやん、さやか、うわ強い、よし、回し蹴り、
パンチ、あパンチに変わった瞬間に負け出す。やめてやめて、ローさん、いやローさん蹴らないで、ローさん蹴らないで、よしさやかを倒す。ラストか、ラストファイト、シャドウ、やめて、やめたって、そのなんか普通のキックで倒すのやめたって、ほんと。ゲームオーバー。わからん。ストーリーモードの勝ち方がわからん。そう、体力引き継がれたら不利やろうと。圧倒的不利やと思いますけどね。そんな、アウトバーストでした。うん、あった。キュービリオン。セタから発売された1989年12月22日発売ゲームということですね。やってみましょう。パズルゲームなんかな？まあまあ、楽しげな音楽が。いつ終わんねんって。いつ終わんねんっていう音が流れてます。ゲーム AB エディター。ゲーム A かな。はい。ゲーム1。なんない。押すの？ん？押すわけではない。2は一切動かへんね。2は一切動かされへん。なんやろ。1、2だねーつって。なんか知らんけど、2が。わかんないな。わかんないな。出たんやろ。わかんないな。わかんない。めっちゃ難しいこのゲーム。なんなんやろ。全然わからん。ルールがさっぱりわからん。ちょっと検索してみようか。キュービリオンのまずルールを知りたい。そう、ルールがわからん以上もう全くわからん状態なんよ今。キュービリオンをなんか積んであるブロックを全て平らにするゲームっていうことみたいなんで、これ3は3段積み上がってるということが押せないということみたいなんで、これでこうすれば1か、これで1。でも3を下ろすには2が必要やから、これもう無理なのか。もう重ねることはできないでしょ。もう戻れないね。もう戻れない、あの頃へ。2を押して、ここに置いて、こうすれば2になるの。これ任意はできないんだ。
これはできるんだよね。はい、できませんね。なんでしょうね。この移動は成立せへん。あ、これできんねん。これできるから、こうして、これで2、これを持ってきての1、これ持ってきての1か。あー、なるほどね。難しいな。2面でこんな難しいの？2面でこんな難しいのか。これは簡単じゃない？時間さえかければ。あ、クソ簡単やね。なんで2面があんな難しいね。難易度順ってわけではないんかい。これは2から2にして。あー、そっか、もうこうしたらあかんのか。こうしとけばいいんか。たら221、あとはどうとでもなるな。あとはどうとでもできるで。ほら、もうどうとでもできるわ。ほらね、なるほどなるほど。ルールを理解したらなんとなく面白くはなってきたけど、難しいということには変わりない。こういうことか。はいはいはい。6面 3？ ?3 の解除法なんか聞いてないよ。四角1と四角1と普通の1とまた違うんか。なんか重ねられたりするんか。なんだろう、四角1とのその違いがわからん。それは聞いてないよ、そのシステムは。なんか光ってる。どんなんだ。なんだ、点滅してるだけやねんけど。なんだなんだ。あ、2になった。どういうこと？どういうことだ？四角は何だ？四角の説明は聞いてないよ、これ。同じマークで4つ隣接させると消せると。隣接させれば消せるわけです。ってことは、4つ隣接やから、これは消せるけど、これは3つしかないからこれ消せないと。2でこうか。21、あ、これで消えるんか。これは、なるほどね。消えてのこうか。はい、隣接しちゃうからあかんのか。こうしてこうして、外しいのこうか。開いてた、来た。頭使うな。頭使うけど、なんかいまいち理解できてない自分がおるっていうね。頭使ってる上に
あんまり理解できてないっていうところも、これはどうしたらいいねよ。あ、消してもったやで。あ、消えてもそれは残っちゃうんか。なるほどね。消えちゃって。はい。チーヤから、こうしての、こうすれば全消しか。あ、全消しや。よーし、全消し。あ、10面まで来た。ついに10面まで来ましたよ、私も。で1個消して、あの3は近づけておきたいな。ん、順番ミスったんじゃないかな、消す順番。ミスったなこれ。これはしておいての、これで3、3、あ、どれで消すか選べるのかな、ちょっとよくわからん。2、いや、これむずいわ、これ無理や。こうちゃうな。ほら、できる気がしないな、これ。これなんか難しい。まあ、こういうゲームですよ、というところですね。はい。キュービニオンでございました。さあ、続いて、ソリティア。ソリティアじゃないんだと思ってね。そういう戸惑いはありますけど。ソリティア。ヘクトから発売されている1992年6月26日。結構後期に出たゲームですね。ソリチェア。おう、京さんでやってみよう。何でしょう、スコアボード。1個飛びで行くっていうやつやね、多分。ああ、そうやね。1個飛びしたら消せるみたいな。めっちゃ賢い。めっちゃ賢い。OK、ラウンドクリア。OK。1?
なんかこの残し方嫌やな。なんか違うっぽいな。ちゃうな。リスタート。積んだな。ドリーム、ドリーム積んでもうたわ。こうやって選べんのね。あ、もう飽きたな。もうええかなってなってる。レト教授で散々やったしな、これな。こういうの、これは難しいで、点在してるから。ほぼ勝ち目ないな。いきそうな気がしない。もうパー8とかそういう感覚がね、あれやもん、ゴルフの感覚になってもんね。ここまで来たらでかいんちゃう？あ、来たんちゃう？これ、これ来たやろ。来た。パー8やけど、8ステップやけど、パー7じゃなかったけどね。こういうことね。何もあんのこれ。めっちゃあるやん。100問どころじゃないんか。3桁超える。100まで、はい、100までです。まあここまで来たらレイトンでやったような気もするけどな。これはちょっとやりすぎか。ここまで行ってないかな。パー18らしい。移動したい放題ね、これ。ここまで来たらもう移動したい放題。むずくない？あいつを救い出したいな。あいつをどう救い出すかや。あの右端の
もう無理やな。もう25ステップかかってるしな。積んだ。これ難しすぎるな。はい。まあ、とりあえず、思ってたソリティアでした。